よく来た智也。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらう。帝直々のお召し、光栄の意。頼もしいな、鹿の子。では、あの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、ヨシテル様。ん？花火だ。紅にマイナスソイ。揺るぎなき信念を持つ者だ。面白い。こたびの相手は骨が入っている。その調子でたぎるがいい。世が即座に奪い返してるような。それではつまらぬ。まあそんなに懸命になって、わらわの気を引きたいのね。お客様、そう、少し待つ。おやっさん、この人かなりせっかちっすよ。危なくなったら、おやっさんだけでも逃げてくださいよ。キリン人って言っても、おやっさんがキリンで僕が子供ってことじゃないですから。貴様らごときをヨシテル様のこの絵とは認め、消え失せい。悪うございました。僕の推理が正しければ、このままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。やがて来たる熱き時代に。姉上、またそのような傍若無人を。生政様の一員、頑張る。姉様に認められるように頑張る。これは見事、類まれなる技の使い手だな、思うよ。定めを回しに。力で劣るならば地で勝れ、地でも劣るならば烈白で勝れ。上杉軍にくの市がもっと増えたら俺嬉しいな。私をここまで追い詰めるとは並の猛者ではないな。そこを狙い奪うと平眼だぞ、友よ。この戦、帝は娯楽のおつもりでも、我らは命がけよ。皆の者、足利様はお喜びである。どうして一番役に立てないの。立たぬなら籠に詰めよう、おととぎす。三日月に告げましょう、悟り氏の氷のこと。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。いつか俺もあの方に旋盤を回してもらえるか。さて友よ、その方体育は健やかであるかな。ご苦労様、また後でね。ほら、体のことだったらわらわに任せなさい。たっぷり品定めして。室町が重み、万夫百獣に知らしめよ。神なる土地、行き手チャンス。方法、良き試合であった。褒めて使わず、残る砦は余自身というわけか。面白い。ハトさん、どう仕返してやるかな。おっする者のなんと浅ましきなんや。
彼方には十分染み入っているよ。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしきからだよ。そうかしら、わらわの方がすごいじゃん。この戦、きっと孫の代まで語り。いい？体で勝負をするの、わらわとあなたのね。紅に舞いなさい。その白銀の肌、きめっと今からわらわのものよ。見えん。その魂に心を宿しておらん。で、いつこに。わらわを楽しませなさい。わらわに消えない傷が残ったら、どうなるかしら。ためらいというものを知らぬようにする。あまたの命が儚くも散る。創生の道を行かば、それもしかり。よもや軍神の名を軽んじましたか。あとは任せるわ。わらはちょっと喉が渇いたの。誰か。みんな、いなくなってしまったな。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。素晴らしき神技体の持ち主だな、友よ。まさに時代の息吹、その方こそ。熱い。これが命を閉すという感覚。さあ、勝負はここからだぞ。試合を続けよう、友よ。その方にとって世は悪しきものであると理解していた。だが違うのか。あなた様はただ王たるもの、善も悪も人、それは悲願の神。将軍、公方、天帝などと余人はの卵、今ここにあるはただの義照よ。この度は勝ちを拾ったな。しばしの別れだ、友よ。見定め、導く。それが私の宿業。どうにも切なきものです。